皆様、本日はようこそお越しくださいました。ただいまよりサントリーザ・カクテルアワードファイナルを開催いたします。まず本大会の審査員を代表して葛原隆一様よりお言葉をいただきます。1931年日本初のカクテルコンテストに端を発するカクテルアワードは、日本の洋酒文化発展を目指し開催されております。必要なのはバーテンダー諸君のたゆまぬ切磋琢磨、そして革新的な創意工夫、おのおのが積み重ねてきた結果を存分に示していただけるよう健闘を祈ります。それではエントリーナンバー1番、金城ゆりさん。続いてプレゼンテーションをお願いします。このカクテルはチムグクルといいます。故郷沖縄を離れ、新しい環境に馴染めずにいる私を助けてくれたのは、同郷の仲間でもあるバーテンダーの先輩でした。沖縄の言葉で人の心、思いやり、温かい思いのつながりを、沖縄の泡盛と同じく米を原料としたウォッカ、ハク、そして青い海のイメージで表現しています。ありがとうございました。